群馬ダイヤモンドペガサス選手の熱いプレーを集めたアツペガ。4月5月のアツペガ大賞ノミネートプレーはこちら。開幕から新加入有馬が見せるセンターへのフライをダイビングキャッチ。掴んでいます、アウト。アツペガセンター有馬ナイスプレー。さあ中道、これはいい当たり、レフトに上がっていますが、どうかどうか、入りました。中道も見せる、開幕戦からの2試合連続ホームラン。うわ、いった。これはホームランだ。あっ、ペガー。これはもう打った瞬間、36歳井ノ口が意地のヘッドスライディングでスリーベース。有馬はバットでも見せる場外へのホームラン。風の影響が見送った見送った場外ホームラン。追加点は3段点でも多くという気持ちがもちろんあるでしょうしね。いい打球だ。ペガサス不動のエース青柳が3安打5三振で完封勝利。ルペン BC リーグ、おつめが長岡での試合。茨城は肩でアピール、ナイススローイング。おつめが6-4-3 のダブルプレーでピンチをしのぐ。アツペガ。カヌマもダイビングキャッチ。アツペガ。中道もフラフラっと上がって風に流されるフライをナイスキャッチ。アツペガ。はい、下田はバットで見せる、これはレフトへのソロホームラン。アツペガ。抑えの投手森は気迫の3者連続三振。アツペガ。新加入園田も見せる、ランナーの隙を突く牽制。アツペガ。早水の強肩は健在。アツペガ。群馬の主砲はここで見せる、バックスクリーン一直線の逆転サヨナラホームラン。アツペガ。ご覧いただいたプレーの中から皆さんの投票で月間大賞が決まります。たくさんの投票お待ちしております。アツペガー。